リナです。リコです。ヒエラです。カニエです。メカです。ピンク。待て。B。始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はピピさんとラビーさんの交代式です。まず私たちからピピさんとラビーさんへ手紙を読んで、その後にピピさんとラビーさんから私たちに手紙を読んでもらいます。そしてピンク TV のスタッフさんの交代式を行います。それではどうぞ。ピティさんへ、今まで本当にありがとうございました。ピティさんからはいろいろなことを学ばせていただきました。人見知りな私にいつも声をかけてくださったり、たくさんのお話をしてくださり、毎回の撮影がすごく楽しく過ごせました。そのお話はいつも面白くてお腹が痛くなるほどです。いつも笑顔にしてくださってありがとうございました。ピティさんは声が可愛くて綺麗で優しくて、いつもホッとします。そんなピティさんと撮影ができないとなるとすごくすごく寂しいです。ピティさんとはまだまだ一緒にやりたい企画がたくさんありました。これからはピティさんに成長した姿を見せられるように、たくさん研究してピンクラテ TV を盛り上げられるように頑張ります。ウェブの撮影でピティさんが見に来てくださるのを楽しみにしています。卒業してもたくさん会いたいです。少しの間でしたが本当にありがとうございました。大好きです。ラビーさんへ、今まで短い間でしたが本当にありがとうございました。ラビーさんはいつも笑顔でどんな時も落ち着いていて、とても礼儀が正しいところ、そんなラビーさんが大好きですごく尊敬しています。ラビーさんの優しい声が好きです。これからラビーさんと撮影で会えないのと、5人での写真を撮ってくださるラビーさんがいなくなってしまうことを考えるとすごく寂しく感じます。ラビーさんが卒業してもまたたくさん会って、ラビーさんのことをもっと知りたいです。ラビーさんに少しでも成長した姿を見せられるように頑張ります。なのでこれからもピンクラテ TV を見てください。とても短い間で数回しかお会いすることができなかったけれど、今まで本当にありがとうございました。大好きです。はい、ピティさんへ、ピティさんと出会ってから1年と半年経ちました。初めて会った時すごくおしゃれで可愛くて、こんな人に担当してもらえると思い、とても嬉しくなりました。よくお弁当を半分こしましたね。美味しそうなお弁当を選んだり、昨日の夜ご飯の話をしたりと、何気ない会話をしている時間に幸せを感じていました。何か辛いことがあっても楽屋でピティさんと話しているうちに自然と笑顔が溢れてきました。みんなにとってピティさんはお姉さん的な存在です。そんな家族みたいなピティさんが卒業してしまうのは寂しくて不安な部分もたくさんあります。ですがピティさんに教えていただいたことを胸にこれからも頑張ります。またピンクラテ TV の現場に来てくれたら嬉しいです。ピナより。ラビーさんへ、ピナはラビーさんに写真を撮られるのが大好きです。写真を撮り終わって2人で選んでいる時に、この写真かわいいねと褒めてくださる言葉がとても自信になります。またラビーさんの声はとても優しくて、聞いていると落ち着いて癒されました。一緒に誕生日のサプライズをした時に、楽屋に変なものがあるとふざけ合ったことがすごく思い出に残っています。ラビーさんがいることによって現場の流れがスムーズになって、より撮影が明るく楽しいものになったと思います。これから会える機会が少なくなってしまいますが、またみんなで遊びに行けたらなと思っています。ピナより。ピティさんへ、ピンクラテ TV3 年間お疲れ様でした。そして本当にいつもありがとうございます。ピティさんに初めてお会いしたのは私が小学6年生の時でしたね。人見知りの私にたくさんお話ししていただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。第一印象からもセンスがとても良くて、女子力がものすごく高くてとても憧れです。ピンクラテ TV 大阪ロケの時の行きの飛行機でお話しできたことや、
一緒にご飯を食べたことが思い出です。ピティさんのおかげですごく私は成長できたような気がします。撮影を進行してくださるだけではなく、いろいろなアドバイスをくださったりしていただけたことが本当に感謝です。本当に感謝でいっぱいです。ピティさんと過ごしたこの約2年間は一生忘れられない良い思い出です。こんな私にたくさん学ばせていただきありがとうございます。新たな夢応援しています。今まで本当に本当にありがとうございました。ラビーさんへピンクラテ TV ご卒業おめでとうございます。そして本当にいつもお世話になりました。ラビーさんとは出会って間もないですが、毎回の撮影でとても上手にお写真を撮ってくださっていただきありがとうございます。いつも癒しの声でお話が一緒にできることや写真を撮るときなどにとても癒されます。ラビーさんのすべてが私の憧れです。たくさん書ききれないほどの思い出があります。本当に本当に感謝しています。今までありがとうございました。ラビーさん大好きです。ペコより。ピティさんへ。ピティさんが卒業すると聞いてすごくびっくりしました。ピティさんはアリアが卒業してもずっとピンクラテ TV にいてくれると思っていたからです。でもピティさんが新しいお仕事をすると聞いて、今までの感謝の気持ちだけではなく、これからのピティさんのお仕事も応援したいと思いました。ピティさんとの一番の思い出はやっぱり2人で行ったアイスクリーム屋さん、2人でたくさんディズニーチャンネルのお話をしましたね。本当にあの日はアニアは楽しかったです。アニアは初期メンバーで、初めは人見知りがひどく全く話せなかったけれど、ピティさんが場を和ませてくれて何度も助けていただきました。これからもピティさんの思いを引き継ぎ、ピンクラテ TV はファンの子を大事にしてピティーズと一緒に前に進んでいきます。改めて今まで本当にありがとうございました。お疲れ様でした。アニアより。ラビーさんへ。アニアはピティさんとラビーさんが卒業すると聞いてとてもびっくりしました。まさかあのラビーさんまで卒業するとは思っていなかったからです。ラビーさんはいつも私たちの工事の写真などを撮ってくれましたね。すごく毎回綺麗に撮ってくれてありがとうございました。この前のアリアの動画ボトルの時に紹介してたヘアトリートメントが同じと言われた時、すごくすごく嬉しかったです。やったー、一緒だと心の中で思ってました。いつも笑顔でとってもとってもとっても優しいラビーさんが大大大好きです。ラビーさん本当にありがとうございました。アリアより。ピティさんへ。初めてお会いした時、メンバーもまだ仲良くなく、静かな空気感でバカなゴミを小学生と中学生の私たちにたくさん話しかけてくれたのを覚えています。そして YouTube の活動の中では企画を考案したり、私たちやピティーズのために SNS、ファンレターのお返事などたくさんのお仕事をしてくれて本当に感謝しています。ピティさんの卒業は考えたこともないし、とてもびっくりしたけれど、これからのピティさんの夢や目標を私は全力で応援します。また会えたらご飯行きたいです。今までの原宿ロケで誰にも気づかれなかった時、ヒメカとアリアのトランプに付き合ってくれた時、イベントの帰りに一緒にお土産を選んでいる時、ピンクラテ TV に初めて広告がついた時、たくさんの思い出や経験が出てできました。ご卒業おめでとうございます。今までありがとうございました。ヒメカより。ラビーさんへ。ラビーさんが新しいスタッフさんとして入ってきた時、すっごく美人な方だなぁと思っていました。喋り方や仕草、振る舞いにとても品があって、私はラビーさんのような大人になりたいなと思っています。ラビーさんの一番好きなところは性格です。とにかく優しくて、いつも笑顔で SNS の写真を撮ったり、スタジオの近くの公園で撮影した時、荷物を取りに一人でビルに戻ってくれたり、ラビーさんは陰で支える仕事を本当にたくさんしてくださってとても感謝しています。私たちが会話で盛り上がっているときはニコニコして聞いてくれるし、話しかけるとしっかり話を聞いてくれて、こんなに優しい大人っているんだとラビーさんを見ていると思います。ラビーさんとはお茶にも行きたいし、たくさん写真も撮りたいし、とにかくラビーさんが大好きです。
ご卒業おめでとうございます。今までありがとうございました。ゆめかより。一緒にお仕事できた期間は短いけれど、いつも可愛い笑顔で撮影に一生懸命臨んでくれたアレイナちゃん。加入早々にキレのあるとっても上手なダンスなどで存在感を見せてくれてすごく驚きました。こんなに素敵な子がピンクラテ TV に加わってくれてよかったなと心から思っています。改めてピンクラテ TV の一員になってくれて本当にありがとうございます。まだ発見できていないレイラちゃんの魅力、これからはピティと一緒に画面の向こうからたくさん知ることができたらいいなと思っています。レイラちゃんのいろんな一面を見せてくださいね。楽しみにしています。これからのピンクラテ TV のことどうぞよろしくお願いします。またより。いつも明るく元気で無邪気な笑顔がとにかく可愛いルナちゃん。みんなの妹のような癒しの存在だけど、見えないところですごく努力していて、物おじせずにちゃんと自分の意見を言える大人びてかっこいいところもある。そんなルナちゃんがピンクラテ TV やビキーズのことを考えて一生懸命活動してくれていること、すごく心強く思っています。いつも本当にありがとうございます。中学生によりピンクラテ TV では初めて先輩という立場にもなって、お姉さんとしての魅力もどんどん増していっているゆなちゃんのこれからがすごく楽しみです。今後も可愛くてかっこいいゆなちゃんらしくピンクラテ TV を盛り上げていってくださいね。ずっと応援しています。続きましてエコちゃん。ピンクラテ TV 一の不思議ちゃんで、誰にも負けないそのキャラクターがすごく素敵なエコちゃん。求められていることをすぐに出して行動に移してくれるエコちゃんに撮影中何度も助けてくれました。いつも責任感を持って撮影に臨んでくれて本当にありがとうございます。そういう場の空気を読んで上手に立ち回るしっかり者で賢い一面と、急におどけて見せたりするおちゃめな一面とのギャップが可愛すぎるなぁといつも癒されていました。外見の可愛さだけでなく、こうしたギャップの魅力も伝わって、これからもどんどんエコちゃんのファンが増えていくんだろうなと、勝手に嬉しく思っています。今後もエコちゃんらしく、ピンクラテ TV を支えていってくださいね。ずっと応援しています。そして、アリアちゃん。お人形さんみたいに可愛くて、茶目ってたっぷりな言動も魅力的なアリアちゃん。体調が優れなかったり、泣いてしまったりした時でも、カメラの前では笑顔でいようと頑張っている姿がすごく印象的でした。自分の目標をしっかり持って、影の努力を怠らず、周囲の期待にも応えていくアリアちゃんが、私も頑張らなくちゃと、密かに勇気をもらっていました。私のように、アリアちゃんの知らないところで勇気づけられている人はたくさんいると思います。いい刺激をたくさん本当にありがとうございました。出会ってからたった1年ほど前に、その成長ぶりにすごく驚かされていて、アリアちゃんの今後の躍進もとても楽しみです。これからもアリアちゃんらしく、ピンクラテ TV を盛り上げていってくださいね。陰ながらいつでも応援しています。可愛くて面白くて、ピンクラテ TV のムードメーカーのひめかちゃん。ひめかちゃんの朗らかな一声がきっかけとなって、場の雰囲気がさっと明るく、和やかなものへと変わった場面がたくさんありましたね。いつでも周りの人を明るく楽しい気持ちにさせてくれるひめかちゃんのこと、ずっと素敵だな、すごいなって尊敬していました。メラリちゃんが卒業してから、最年長としての自覚を持って、撮影により熱心に取り組んでくれたこと、すごく感謝しています。リーダーとしていつも頑張ってくれて、本当にありがとうございます。みんなの頼れるお姉さんになったひめかちゃん。これからもピンクラテ TV を引っ張っていってくださいね。ひめかちゃんなら絶対大丈夫だと確信しています。ピンクラテ TV をこれからもよろしくお願いします。ピティ
ズの皆さんへ。私がピンクラテ TV のお仕事を担当させていただくようになってから約1年。短い間ではありましたが、今まで本当にありがとうございました。ピンクラテ TV を見て応援してくださるだけでもすごくすごく嬉しいのに、メンバーやピティさんだけでなく、裏方のうちスタッフである私にもメッセージを送ってくださると思って、ピティーズってなんて優しくて思いやりのある子たちなんだろう、と、いつも感動と感謝の気持ちでいっぱいでした。お仕事が忙しい時でも、きっとピティーズが楽しみにしてくれている、喜んでくれる、と考えたら、とても心強くて頑張りたいと思いました。これから先、メンバーの卒業や加入、今回のようなスタッフの交代などによって、ピンクラテ TV も少しずつ変化していくかもしれませんが、どんな変化も前向きないい変化であり続けると思うので、ピティーズの皆さんにはずっと応援し続けていただけたら嬉しいです。私もピティーズの一人として、皆さんと一緒にピンクラテ TV を応援し続けます。ピンクラテ TV のこと、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ラブより。スタッフの私もついに卒業する日が来てしまいました。ピンクラテ TV のお仕事をしてきたこの2年半を振り返ると、正直辛かったことがたくさん思い出されます。始めたばかりの頃は YouTube チャンネルを運営すること自体がドキドキで、頑張って作った企画がみんなに認められなかったらどうしようと不安になったり、コメント欄の言葉が気になったり、一人で悲しくなって夜眠れなくなったりしたこともありました。他のお仕事との兼ね合いでいっぱいいっぱいになったり、海外出張から帰ってそのまま撮影したり、体力的にしんどいことも本当にたくさんありました。そんな中でも今まで頑張ってこれたのは、たくさんのファンの方々、ピティーズから毎日届くメッセージのおかげでした。 YouTube チャンネルのコメント欄、 SNS を更新するたびに届くコメント、そしてファンレター、すべての言葉が私の宝物です。特に中でも、ピティさんが憧れです。いつかピティさんとお仕事がしたいですと言ってもらえるのが本当に嬉しくて、いつももっと私も頑張ろうと思わせてくれる原動力でした。私はピンクラテ TV 卒業後もファッションに関わるお仕事を続けていくので、いつかピンクラテ TV のファンだと言ってくれるピティーズと一緒にお仕事がしてみたいなと思います。ずっと憧れと言ってもらえるような存在でいられるように私も頑張ります。ここからは各メンバーへのメッセージを読みたいと思います。タビーさん、約1年前に私の部署に移動してきてくれて一緒にお仕事をするようになりました。タビーさんはいつも抜けてること、ところがたくさんある私のことをカバーしてくれたり、私の突拍子もない思いつきや話をいつも冷静に笑顔で聞いてくれました。一緒にゆらり応援しにゼニックのライブに行ったことも、体育祭の小物や歌活月間にうちわなどを手作りしたこともいい思い出です。細かな作業が得意で管理能力に長けていて、私と真反対といってもいい性格だからこそ、二人でバランスを取り合いながら助け合うことができたかなと思います。ラミーさんが移動してきてくれて一緒にお仕事ができて本当に良かったです。今は一緒にお仕事をすることも少なくなってしまったけど、また何か一緒にできたらいいなと思っています。今までついてきてくれて本当にありがとう。レイラへ。レイラが加入してきてくれてからすぐに自粛期間に入ってしまったので、一緒に撮影できた期間は短かったですが、この短期間でレイラのことが大好きになりました。一緒にコンビニに買い物に行ったことも、ユナを笑わせようと2人で出かけたことも楽しかったし、あ、こんな風に意外ととってもお茶目でふざけたことも一緒に楽しめる子なんだという意外な一面も知ることができました。ユナ、アリアと待ち時間にくだらないコントをしていた時も横でずっとニコニコ笑ってくれたね。レイラの笑顔は本当に癒しでした。これからもその笑顔でレイラらしく、キャラの濃い先輩ばかりだけど一緒にピンクラテ TV を楽しんでいってね。ユナへ。気がつけば撮影の時、楽屋では隣にいることがほとんどで、いつもお弁当を2種類選んで半分こしたね。
ユナイナと話した会話の中でとっても印象的だった言葉があります。自分のことをすごい悪く言うコメントに対してユナは、何にも言われないより今のことを見てくれてコメントしてくれる方が嬉しい、次そこ直せるからと言ってました。その考え方に、なんて素敵な捉え方ができる人なんだろうと思ったし、大人の私よりもずっと強くて美しい人だなと思いました。ユナイナはとってもまめで、撮影のたびに必ず準備をしてきてくれるし、すぐに連絡をくれるし、礼儀正しくて挨拶もしっかりしてくれるので、安心して何でも任せられるメンバーになりました。信頼関係は一日で簡単に築けるものではなく、積み重なってできるものです。毎回コツコツと努力して信頼関係を積み重ねることができる、ピンとしたユナの姿は、ピンクラテ TV 以外でも素敵なお仕事につながると思います。大人になってもずっとその夢での素敵なところを大事にしてね。リコへ。リコはとっても魅力のある人です。突然ホワイトボードを使って熱く語り出したり、歌い出すし、エコー博を開催したりと不思議ちゃんのところもあるけれど、実はいろんなことをすごく考えてくれていて、人一倍負けず嫌いなエコ。器用でセンスが良くて、歌もダンスもできて、おまけに頭も良くて、僕に苦手なことはあるのかなと思ってしまうくらい才能に溢れていて、自然と気になってしまうような存在です。みんなの見えないところでこそっと片付けをしてくれたり、 SNS 用の写真を送ってくれるときにも、頼まれていなくてもいつもコメントやエピソードをつけて送ってきてくれたり、丁寧で細かな気配りができる人でもあります。いつもとっても助かっていました。ありがとう。大阪に行くとき飛行機に一緒に乗ったのは思い出です。テンションが上がって喋り出したら止まらなくて、ずっと笑っている子に、また私もたくさん笑わせてもらいました。そのたくさんの魅力を持つエコのコネクターをピンクラテ TV のファンの方々にももっと知ってもらえたらいいなと思います。これからも自信を持ってエコのエコワールドを広げていってね。アリアへ。アリアは一番一緒に時間を過ごしたメンバーです。撮影終わりにデスクに来て仕事を手伝ってくれたり、新幹線の時間まで一緒にアイスを食べながら今ディズニーチャンネルの話をしたり、恋バナをしたのは覚えているかな。あのメンバーのアリアだけど、実はとっても考えが大人で、お仕事に対するプロ意識が人一倍高いところをとても尊敬していました。誰よりもお洋服の細かいところを見て勉強していて、撮影の前はギリギリまで鏡の前でチェックしたり、ポージングの研究をしている姿に、モデルというお仕事が本当に好きなんだなということがいつも伝わってきました。ただ可愛いだけでなく、心優しくて努力家のアリアは私の一生の推しです。アイスを食べながら話してくれたアリアの夢、私もずっと応援しています。キミカへ。先輩になっていくにつれ、後輩に優しく教えたり、ご飯を見せられるほどに成長したね。あんまり褒めると姫香はすぐ調子に乗るから、普段はあまり言わなかったけれど、意外と気遣いで、いつも面白いことを言って、現場を温めてくれるムードメーカーの姫香に、助けられたこともたくさんありました。いつも私のくだらないボケにボケを重ねてくれたり、姫香と一緒にいるときはいつもお腹が痛くなるくらい爆笑していった気がします。そんな周りの人のことを笑顔にできる姫香は、きっとこれからも多くの人を笑顔にさせてくれるよね。姫香ならきっとこれからもピンクラテ TV を中心となって引っ張っていってくれると思います。よろしくね。これから2代目ピティさんはモノパンに引き継ぎます。モノパンは実は去年夏のインターン生としてアルバイトでずっとピンクラテ TV を支えてきてくれていたメンバーでもあります。ピティが激推しして自信を持って推薦した後輩なので、ウェブモデルのみんなも、スタッフも、ピティのみんなも安心してピンクラテ TV を任せてください。モノパン、最後、今までのピンクラテ TV にこだわらず、新しく進化したモノパンにしかできないピンクラテ TV を築いていってね。最後に、ピンクラテ TV が進化していくように、ずっと今が今のまま続いていくわけではなく、今は今しかないので、後悔のないよう一回一回を大切に、みんなも今だからできること、今できることのベストを尽くしながら成長していってほしいなと思います。鳥ももちゃんや
ゆらりが受け継いでくれたように、私も次の夢を叶えて、胸を張ってピンクラテ TV を卒業します。これからのピンクラテ TV もメンバーとファン、関わる人たちが一緒に夢を叶えながら成長していくチャンネルでありますように。今まで本当にありがとうございました。よい。2代目ピティことののかんです。私はこれからピティさんが作り上げたこのピンクラテ TV を止めることなく、ピティさんとファビーさん、そしてピンクラテのメンバーと、あとピティーズの思いを引き継いで、これからピティーズのみんなが見ていて面白くて元気になるような動画を配信していきます。またピンクラテ TV を通して憧れや夢を持ったりですとか、嫌なことを忘れられたり、ピティーズのみんなの生活の一部に関われるように、いつまでも近い存在であり続けたいと思っています。そのためにピンクラテ TV のメンバーと力を合わせて、いい動画をたくさんたくさん作って、世の中に配信していきたいと思っています。それから YouTube や Instagram などの SNS を盛り上げるべく頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、これからも新しいピンクラテ TV をよろしくお願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバイ。